シンプルダードメディアレイヤー SDL の構造。SDL は C 言語で書かれたクロスプラットフォームのマルチメディアライブラリーである。グラフィックの描画やサウンドの再生などの API を提供する。オーディオ、キーボード、マウス、ジョイスティック、そしてオパングルおよびダイレクト 3D を経由したグラフィックスハードウェアへのローレベルなアクセスを提供するよう設計されている。Windows Mac OS, Linux, iOS, Android を公式にサポートしている。SDL そのものは OS 間の違いを吸収するための最低限の中小化しか提供しないが SDL で使えるフォントやネットワーク、スプライトなどの多数の補助ライブラリーが公開されている。2021年2月7日に開発ベースを GitHub に移動するとアナウンスがあった。SDL 自身は C 言語で書かれており、C、C 向けのインターフェースのみが公式に提供されているが、ADA、C、Java、Lua、Pascal、Python、Ruby、Rust などの各種プログラミング言語向けのバインディングもコミュニティによって開発されている。SDL は画面の描画に OS によって異なる API を使う。SDL1.2 の場合、Windows では d a r d d r あるいは u d i が、 Linux では z リ r i b が使用される。ただし、環境変数 SDL ビデオドライバーを変更すれば、プログラムを書き換えることなく、別の API を使って表示することも可能になっている。利用可能なドライバーはプラットフォーム及び SDL のコンパイル時オプションに依存する。同様に、音声出力に使う API も、環境変数 SDL オーディオドライバーで、 変更が可能。SDL2.0 では、ウィンドウ作成時にフラグを指定することで、オパングルやベルコンを直接利用した 3D 描画をサポートできる。2D グラフィックスのレンダラー SDL レンダラーは、SDL セスントと SDL ヒントレンダードライバーを使用して、優先的に選択させたいバックエンドのヒントを指定することが可能である。 SDL 2.014リリースド SDL アウンスメンツシンプルダードメディアレイヤーハット SDL ムービングツー GitHubSDL デベロップメントシンプルダードメディアレイヤーハットシンプルダードメディアレイヤー,イヤーランゲージバインディングスハットファキシングスティール SDL ウィキハット SDL ウィンドウフラックス SDL ウィキハット SDL ヒントレンダードライバー SDL ウィキありがとうございます